お疲れちゃんです。ラットです。ってことでね、今回もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけど、今日はですね、もう特別なね、もうあの有名なゲストに来ていただいております。どうぞ。滑舌失言しまくこっかあげく。はい、まあいつも通りでしたね。ははい、とーい。いうところで、今日ね、コタがね、僕の家に泊まってきてて、コタがね、まあ明日実家の方に帰っちゃうっはていうい。ので、また九州熊本、九州がね。の方に帰るらしいんで、まあね、最後に、もう最初で最後のね、おいてかおいまあお最後いのね、コラボとかでも撮ってやろうかなっおい。おい、ていうのでま、ね。介護じゃないが、株でしたね。いつか懲ります。ということで、今日ね、やる企画はですね、2枚指定ロワイヤルをやりたお。いと思います。いつも、あ、だからまあ2枚指定ロワイヤルっていうのはですね、はい。説明しますと、お互いにね、2枚、まあカード指定します。はまあ、い。例えば、ゴーレムとラバーって言ったら、それを、相手はね、絶対使わないといけない。相手？お互いか。いや、お互い。あ、違う違う違う。相相手手やね、は、相手やそね。のカードを絶対使はいはい。わないといけないっていうのを、今回2枚ですね。いつも4枚でやってたんですけど、僕4枚で今までね、結構やったことあるんですよ。まあ5回ぐらいやったことあるんですけど、多分結構勝やっ率がてんね、な。20%ぐらい。ほ本当ぼにほぼ。ね、4枚して勝てない。ああ、なるほどね。そう、みんな上手いんですよね、なんか。なんで、今回ね、指定枚数減らしてね、まあ、とりあえずコタぶっ潰そうかなとおい、思いこましれでた。自信をね、はつい。けるつもりか？ いやはいい、といやいうとや。ころで、はい。いいよ。決まった？デッキはまだね、こっからなんで、指定されてからね、なんかそのデッキを組む能力もね、おー、やっなぱるほどね、ね。そう、試されますね。僕はもう2枚決めましたね。はい。決めますか？はい。じゃあ、僕の方からいきまはい。す。変えないでね。もう大丈夫。今日のはことい。しないでね。考コタえたす時ぐ、が、負け、おー。す、えー、じゃあ俺は、矢の飴と三銃士。はい。カモン、カモン、早く。ヤバコ、エリゴゲ。おー、なるほどね。じゃあ僕はラバとエリゴこれはレ。結構、感情しか、ヤガアメ。うん。よ感し。情しか、よし。ラバとエリゴレね。で、まあ三銃士あるからね。矢の飴、矢の飴！最悪だ。ラバもらったら矢の飴。あげっか、もっか、自な分るほどよ。ね。まあまあまあ、落ち着け。ラバと三銃士とヤナアメね。感情しか、ごめんよ、お願いげっけ、こっちがヤバくエリゴレ言うかもよ。はいなんはいか、はい。思っけか。じゃあ、なんで、プランが変わっプランた。が変わりますよ。なんだけどね、意外自と分が組んでたなんてね、変わっちゃいますからね。ねえ、変わっちゃう、変わっちゃう。これむずいね、また。むずいこでれすまたむずいね。ですね。僕のね、聞いてください。僕ね、僕ぐらいになると、コタが考えてることなんてわかるんですよ。これとこれに対してこれを100%入れてくるコタくんを僕はね、どうにかして倒したいと思います。まあ僕もね、言っちゃえば分かってるけど、まあ結果がね、結果が教えよ結果でね、いや、エリう。ゴねえ、レ。めっちゃ、めっちゃ、声かがけが分かるんだけど、分かっても覚えればいいのって感じになってきた。いやー、いけるわ。俺ぐらいになるといけちゃいますね、やっぱ。負け、ね、多負け、負け。分これがね、結構強いと思うんですよ、僕の中ではね。ああ、っていうことれころ強で、いな、俺の中でも。削り、まあこれかな。で、ここの枠を、あ、勝ちましたね。はい、勝ちました。ってことで、ちゃちゃっとね、まあ BO3 なんでね、負け。デッキ組むのに時間かけてたらもう戦えないよっていうのああ、で、確かに、はい、いきまーす。はい。はい、いいよ。いいね。よし、マジで、ね、勝てたことないんですよ、僕。勝った記憶がないもん。よし、よよろしく。し。まあ、エリゴレと僕はなんだっけ。やば。僕はエリゴレとラバを絶対使う。で、コタは、三十しかやがめ。はい、オなるほッケどね。まあ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 、30してやらなくて暇しちゃう。やば、ケフがくご。アイスピ。ってことは、言っちゃうって、言っちゃいます。は当い、てます。どうぞ。ファルチェとバルーン入ってます。はい。おお、こまあまあっちね。はこず、とりあえずコルネファイブ確定でしょ？三銃士はね、この人はトルネファイブでメタルと思ってる。違うか？やっぱ三銃士のね、メメタガガイを分コ。かっかてか、なメい。ガガイコ。いっぱいメタリカってありますバからイね。キリコか？まあ、それは言わないけどね。トルネファイブでね、メタルなんてね、甘い！もうまあ、ね、一誰応。もが考える。こりゃそうでしょ。誰もが考一応、える。リガ、エリポン用にリガ持ってきてるな。な一るほどね。応、リこれガね、持っ止てめきらてれる。ないの、この子は。多分ね。マジ？よ思ったのし。と全然違いや、っマジで、た。素直だと勝てないんだよね、素直だと。あー、ペッカね。いや、でも、馬が、よ馬、しよいや、しよほげ、ヤし。ガアメリケ、ちょっと、まあ、気持絶ちいい対わ。ね、ザップとか入れないですからね。ああ、はいはいはい。やば。めっちゃ攻めてくるんだけど、この人。まあでも僕ぐらいになるとね。
あーこれもうごめん、勝った、あ勝った、あえちょ待って、フチったと思う人挙手、フチったと思う人挙手、はいはい挙手、今のはね、今のはね、あの完璧フチってましたね、マジで。いや今のはよくねえよマジで、フチパイさんフチってたね今のは。まあまあまあ、トレネファイボでメタンネとか言っといて、トレネファイボ入ってんですけど、まあまあまあ、三重心はまあ餌ですね。いやーちょっとガグいな。でもファルチを入れてくることなんて、てかファ、ラバとねエリゴレってもう僕ファルチ使いますよーって、確かに俺もちょっと思ったけど、すっごい考え方甘いやついましたね。よし、まあでもここからですね、聞いてこの子優秀。え、なんでライドラインのって、絶対ファイボー行くか思ったから。あーなるほどね、そうよいしょ。まあでもこれ、あの僕このラバーね、どうでもいいっすよ。あやば、しくったよいしょ、頑張れ頑張れ頑張れ、やばいやばいやばい、頑張れ死ぬ死ぬ死ぬ、頑張れ頑張れ、死んじゃうじゃん。よしよしよし、はい来た、1個落として右側に強できますね。で、まあ、エリゴレはオッケーオッケーオッケー、エリゴレね、あの最強の盾ですね。時間かけてミスキューじゃん。コタさん。ちょっと待って。まあ、ちょっと待って。勝った、勝ったね、やっぱ。やっぱ僕ぐらいになると勝っちゃいますからね。違う。あー、ライドラのチェーンだって3体にしか行かないからね。エリゴレ意外とうるさいよ。エリゴレに思ったよりかかる。あー。ファイブは行くくらい。イージー。よくね？よくね？フチガがこっち重くきた。重くきた。よくね？いや待って、ビオフリーで何1試合目で勝った気分になってんのっていう話。あーなるほどね、1試合で勝って何言ってんだよって、勝ってから言えよ。間違いないと、はい、っていうところで、はい、2戦目ね、ここでね変えたいと思います。はい、なんで今もう適当に2枚考えて、一瞬で指名2枚はね今から考えてください。もうかぶりなしでね、相手が使ったやつはいいですけど、相手が言ったやつはいいですけど、はい、自分がねさっき言った2枚は言うこと禁止でね。ああなるほどね、新しい2枚を指名で、僕はね1枚を、こいつにします、これと、でもう1枚をむずいんですよね。なんかクラロワっていらないカードが結構ないんですよね。意外と全部使えた、結構なんか使えちゃうよねっていうのはね、またまた難しいところなんですよね。あーじゃあ僕は、あーやっぱ、あーオッケー、決めました、これにします。はい、あと30秒くらい、5、4、3、2、1、はい、0ピピピ、はい、いきます、いいですか。あー、はい、じゃあ僕は、クエイクじゃねえわ、間違えた、ごめん、はい、エリポンとミラエリポンと鏡、エリポンと鏡、クエイクって言っちゃった。エリポンと鏡だっけ？鏡、エリポンと鏡。吹き曲げ子エリポン。おー、なるほどね。何か言ったっけ？エリポンと鏡？うん。よし。エリポンと鏡。スケバレとエリポン。なんか考えたらお互いクエイク入れるんでしょうねっていうのは、まあまあまあ。そこはね、まあ、そこはね、まあいいとして。本当に入れるのかっけね。はい、デッキ組み30秒でいきましょう。30秒で。絶対にいないよ。30秒でね。むずいですね。何で削ろうかなーって感じですけども。いやちょっとなむずいなー。ああいやこれだなやっぱ。いや多分僕もちょっと分かっちゃう人でも、やっこの思考が。いやでもねコタはね分かんないよ。おい分かりました。ああ来た、あもう強くないこれ、見て皆さんこれ。いやなんかめっちゃ微妙だ、いやなんか俺もめっちゃ微妙だめっちゃ微妙だ、あ待って、いらないどうしよう、いらないえこれ守れんの、俺守れ、自信投げな、いやこれだな。あ来ました皆さん、勝ちました、これでいきたいと思います。じゃあいきますか、勝ちますか、僕も勝ちました。いやで落ち着け、いやいいっす、これでいいっす、僕はこれで勝ちます。ふう、まあ僕がこれで勝てばね終わりなんだよね。あ応援ありがとうございました。よし、あっ吹き上げ好き好きですか、ほうほうほう、そうだよ、やばこのゲッチやばバカみたいなゲッチゲッチやんか、違う、いや僕もやばいんですよ手札も、お互いなんかやばいゲッチ作るけど、お互いリポンで僕はミラーを指定して、ことはねスケバルを選択したと。まあ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 これね、まあ、バルキリーまでならね、どうしようかねーって。これやることね。
まあね、むずいですね。手札がやっぱ確定で腐っちゃう。こういう言語読んでよし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 、まあ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 。え、めっちゃ暇するじゃん。え、だっけ、ありがとう。あ、でもあれか、宮川がよくねって言うよ。なるほどね。いや、宮川くんの声、いや、こげが聞けも、まあ、俺は舐められちゃわかるね。でも実は俺もみがいないんだよってことは、まあ中型スペルかディガーぐらいがあるんじゃないでしょうかって話ですね。うわ、性格悪い。いやいや、マグクがないやつもね。あー、ちょ待ってよ、まあファルチェ、まあファルチェぐらいなら。さっきの芝クエイクやいけ。いやー、しゃってますね。あ、これめっちゃ強いね。ロイジャイ君。やばい、ロイジャイはやがいか。で、こうナイト受けていきます。で、ディガーからね、ちゃちゃっと処理して、このままついでファルチェも処理したいですね。あ、やっぱこれ受け切れないから。これね、ファルチェ痛いんですよ、これ。アホみたいに。今、ファルチェがね、環境でトップです。トップ。いいこれ、誰が何と言おうとトップです。間違いないです。あー、まあでも、若干マジアちゃんもトップに近いぐらいかな、と思うんですけど。個人的にはね。マジアちゃんいける。まあ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 。いや、似てんな、いや俺ちょっとやっけんが似てんな絶対やっちゃう。てかこの戦いでデッキが似るなんていうことが存在するのっていう感じなんですけど、似てんな。おいおいおい、いや似てちょっとでもやっけんが似てんな。マジ、ま、うわ、いけいけいけ、よし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 、いや、この一発でかいっす。マジでこの一発でかいな。エリポンのタイミングがうざい。よし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 、いや、いいよ。いや、流れとしてはね、いいですね。これ結構だるいと思うんですよ。ファルチェ回ってないでしょ、君。よく知ってるな。あ、これトルネードで多分いい感じにやろうとしてる。いや、あ、やらないません、僕は。まあ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 、僕もやっぱ考えることは一緒なんですよ。デッキが結構一緒なんだ、おい。おい、遊んでんじゃねえよ。これやばい。すごい試合してるけど。守れるか、受けるよ。これ2枚指定するだけでデッキがお互い終わるんだよね。え、ちょっとやばい。やばい。やばい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 。あ、これね、やっぱクエイクとかファイボーね、あっち側に打たないといけないんでね。あ、ファイボー2発とか遊んでん、あ、打たないの、打たないの、へー、ちょっと厄介ですね今。よし、いや、これね、これ絶対いいよ、いいよ。あ、ファルチェ、あー、まあ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 、なんてゴミみたいな試合をしているんだ。マジで何の試合がこれ。よし、まあまあまあ、でこれ多分ファルチをまた5、2回とかでやりたいんじゃないの、君は知らないけどね。よし、あ、いて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 、お、優秀。まあ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 、これまたむずいですね。いや、むずいんです。エリポン置くのかどうかっていうこの議論エリポンめっちゃ迷いんだ、議論になっちゃうんですよね。うおー、ファルチ呼んでくれた。あ、やばい。まあ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 、耐えますよ、僕は。僕ぐらいになるとね、耐えますよ、こっから。これないと言うてくるんですよね。ちょいがり、やばいやばい。これ負けた方が叙々苑おごりなんで。ちゃう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 。で、今ルール作った。よろしくね。よろしくね、ではやいか。おお、おしゃれですね。まあでも、まあでもって感じですけど。お互いなんか地獄みたいな。勝てばいいですかね。ファルチ強いですね、やっぱ。ファルチマジ強。そう、若干射程がね、伸びたんですよね。よいしょ。よいしょ。え、ちょっと待って。いけー、ファルチリ入るよ。え、たんま。ああ。マジで、これか、今のか。ああ、ファルチリコガイコか、ディガーコゴイジャイかって話。やばくないこれ、ちょっと。お互いね、デッキがね、すごいんですよ、もうね、一緒。マジで。ファルチェ、トルデファイボーとナイトとバルキリーは違うだけど、一緒なんですよ、これ。そんなことある？まあ、一日ですね、はい。ということで。なんでファイボーいけか。なんとなくだよ。ポイズンにするか悩んだ、悩んだだけで。なるほどね。じゃあ、ファルチェ禁止にします、ここで。ワンタンにバンファルチェが2枚して。じゃあ、バンファルチェの今から2枚して、はい。ちょっともう3秒で決めて、3。3秒ちょっと待って。ちょっと待って。早い早い。はい、決めました。はい。じゃあ、ガゴムレとエリババで。ジャイゴブジャイ。あー、なるほど。エリババコガゴムレ。ガゴムレ。ジャイゴブジャイね。あー、剣詰め師使っとけよー、みたいな。なるほどね。はい、リババコガゴメが OK、うん、
ちょっと集中しててちょっと無視されちゃいましたもうか、自分が言わないか必死でか。よし、まあでもえ、これさパゲテマン、やべえ、パゲテマンがっけ。うん、これさ買ったかなんか。なんか俺もちょっと焦りを感じか今。でもパゲテマンでしょ。ガゴメにヤガメ行くっていう戦法ね。角形じゃん、もう角形入れ食うやつ。僕結構ねデッキ昔作ってたんですよ。最近あんま作ってないんですけど、なんでちょっとね久しぶりにこう、いいデッキを作れることはまた楽しいですけど、まあ、勝っちゃうよねっていう、勝っちゃうよねっていう。ちょっと一回あれを募集したいわ。ファルチェの代わりになる優秀なカードを募集したい。存在しません。ファルチェ最強なんでね今。よいしょ。いやー、なんか違うのできたな。これは違うんだよな。やばいかもしれない。いや、ちょっとむずいですけどね、また中身が。いや、これいらないですね。あ、これはエリバホンオッケーのか。エリバホンオッケーがこいついらねえわ。てか、ヤガアメ角形俳優、ヤガアメコカブフン、あれが入るから。まあ、焦るでないですよ、ラット君。落ち着くか。ちょっと俺も落ち着く。まあでもやっぱアンパイは、あ、まあこれでいいですね。うん、いや腐らせよう。いや、ヤガメ角形入るってやってちょっとめんどくさいんだけど。エリババですからね。エリババでも言うほど怖くないので、ちゃちゃっとねデッキを組みたいと思いますね。やっぱデッキこう組むのに時間かかっちゃうとよろしくないですからね。はい、決めた。めっちゃ迷う。よし、決めました。僕はゴリリ組んでいきます。決めますか。僕もはい、気持ち悪いです。いきます。もうこれで負けた方がまことも明日九州帰るんで、はい、マーカツポイっていきますか。おいおいおい、マーカツは違うな。よし、いやこれめっちゃ迷うのが、ハチマキから言うけど、このスパーティー系が来るかバゲグ系が来るかをめちゃくちゃ悩んで、ウッドかザップか関係は両方言えるかっていうのを悩んだ。なるほどね。あ、ウッドザップとかをしてくるタイプ。やり直すよもう一回これ。ガゴムレとエリババはコターが確定で、僕はジャイとゴブジャイが確定、ってことは、まあ、アンパイにペッカが入ってきますね。今気づいた。待て、こんなバカなのカード何だと思ってか。ペッカが入ってくるから、ペッカみたいなカード入れてくるべきでしたね。ちょっと入れ気ないの。あー、ごぼりね。まあ確かに確かに。カケは入れ気なかったって。まあ確かに、それは安牌ですね。まあ、ゆっくり行きましょうよと。ゆっくり行きますか。まあ様子見ですね、まずはね。まずは様子見ですけど。エリゴン。これエリババクばっかやるべきやの俺。ゴボウリと、知らないよ。ゴボウリとペッカで多分ガンメタしてくる性格なんですよね、彼は。そういう人なんで、まあ。そういう人なんでね、彼は。僕知ってるんでね、やっぱ。で、これペッカが。ああ。エリババがいるんだ。僕に。でもエリババなんかで楽しようとするとね、よし。まあ、ダクでね、影で隠れてなんか強化されて、そのメタのねネクロとかが減っちゃってるんで、ちょっと強いんですけど、まあ結局ファルチに変わられちゃうよねっていう。うわ、全てはねファルチで完結するんですよこれ。これマジでクラロワってなんか三角形でできてるみたいな、みたいで、ですね、単体攻撃で、強いやつで、それに対して、小物系で、そしてその小物系に対して強い範囲攻撃を持つやつで、まあそれにね強い単体攻撃のやつっていう、こう回ってるんですよね。はい、なんかこう三角形になってるんですけど、そのそれを壊すのがファルチで、範囲攻撃なん持ってるんで、その複数系にも強いのに火力もね高いんで、なんかそこにも強くなってるっていうね、そこがねやっぱ良くないですね。まあこれ僕が見つけたんですけど、あれなんか小さくあるかな、これ、あ、そう、僕がねこう発揮したんですけど、なんでそれをねやっぱファルチが壊しちゃってるんですよ。違うかなんか、あれそう、これ僕が気づいたんでね、めっちゃ声が違う。実際はみかんさんが言ってました、はい、今日みんな集まったんですけど、みかんさんが言ってました、これ親感が実は言ってます、ね、そう、確かに
確かに。ああ、インナラゴ出す位置ね、下手ですね。ガッケか、仮面ガッケか、いけいけどんどん、いけいけどんどん、いけいけどんどん。やめてくれ。え、弱くね。ちょっと待って。わら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 、弱くね。弱くね。なんでなんでだよ。え、僕がスパーキーとかバレルとかを入れると思った。オッケー、うっかみ、うっかみか。やばこのデッキセンスな。すごっ。引き解消、親子ペッカになっけ、親子ペッカ、ごぼうり、うん、負け。あれなんか、なんかちゃうやけっけ、ペッカ抜かしけ。まあ、すごいですね。いや、だから俺のデッキ見てほしいもん。なんか強いコーナーが、チャージコールじゃないけど、一回も強いか。めっちゃ強いコーナーじゃん。いや、これはね、まあ、勝率、僕 10% か 20% しかなかった俺に負けた、君は今、まあ 0% だよ。まあ、一回目が。じゃあ、徐々にごちになりまーす。というところで。まあコタ君とのねコラボ動画はまあこれでラストになるか、もしかして気分が良ければねもう一本撮ってるかもしれないんでね、ぜひそちらもね、あとコタチャンネルでもねもしかしたら上がるかもしれないんでね、見てみてください。というところで、まあ結果分かってましたけど、いや違うな、まあいいかなと思います。はい、またねボランスみんなでご飯行った話とかもねちょっと他の動画でね多分やってるんでね、ぜひそちらもね聞いてみてください、見てみてください。ということで、概要欄にコタチャンネル貼っておきます。ありがとうございます。ではお疲れ様でした。バイバイ。